はい、あきちゃんツアーズあきです。皆さんお久しぶりです。はい、もうですね、ずっと東京にはいたんですけれども、お仕事してまして、なかなか YouTube 撮る機会もなく過ごしていました。もうもう本当にもう旅行に行けたくって、飛行機に乗りたくって、検索をしてたらめちゃくちゃ行きたいツアーを見つけてしまいました。それがトルコです。添乗員として行くのではなくって、お客さんとしてこのツアーに参加したいと思います。でね、最近ツアーをね、見るとなんかびっくりするぐらいの金額になってるんですけども、これはもう本当にこのご時世もう仕方がないと思っています。どこの国もね、やっぱり日本もそうですけども、物価は徐々に上がっているので、ホテル代も食事代も上がっていますから、必然的に旅行代も高くなると。それに加えて、燃料サーチャージもかなり高くなっています。燃料サーチャージが10万円、もうね、ほんとね、高くてびっくりしちゃうんですけれども、まあこれも今はもう仕方がないのかなと思って、ちゃんとお支払いをもちろんして、まあ、今回私一人参加で、一人部屋を使うので、その金額もプラスして、安いか高いかは、まあ、ともかくとして、もう本当にこのツアーに行きたかったので、もうこの金額分思いっきり楽しんでいきたいと思います。で、今回ですね、こういった動画はですね、皆さんと本当に共有もしていきたいし、現状、まあ、これからトルコに3日止めらっしゃると思うので、どんな感じなのかっていう参考になればいいと思いますし、あと旅行で行かれる方もトルコってどんなところなのかなっていう、まあ、これもまた参考になればいいなというような動画を作っていきたいと思います。ただですね、変わらず iMovie で携帯電話の中で作成するので、そこはまだ上達してないですけれども、よかったらね、お付き合いいただければなと思います。せっかくなんで、まあ、パッキングもしていきたいと思います。それでは私のスーツケースを見せちゃいます。はい、6泊8日なので、まあ、そんなに持っていかなくてもいいんですけども、まずね、 T シャツ持っていきます。あとちょっと寒くなってもいいように、長袖というかちょっとスウェットっぽいものも入れてあります。あと薄手の長袖も1枚入れてます。あとは一応楽な部屋着ですね、部屋着も入っていて、あとは今回ですね、パムッカレの方で温水プールがあるので、念のために水着です。入るか入んないかは別として水着で、パムッカレのプール入る時には一応ね、水泳帽が必要になるんですけど、多分これね、入るとしたら向こうで売ってるので、買っていかなくても多分大丈夫だと思います。これもまたね、チェック入れていきます。あと、まあ、着替えの下着とかですね、洋服結構私はたくさんね、念のために持っていくんですね。で、必ずどのツアーでも持っていった方がいいのが、こちら、はい、雨具です。雨具は、カッパでもいいし、この、折りたたみ傘、これはね、絶対に旅行で行くときは必ず雨がっぱ持っていきましょう。それとあとは、まあ日も強いだろうから、こう帽子もそうですし、あとは一応薬です。これね、こんなに持っていく必要ないんですけども、私も全部添乗員の時に使う薬箱がこれなので、もうこれごと持っていきます。で、あとはまあ一応化粧品とかね、この辺りは、まあ、水はね1本入れといた方がいいです。スーツケースの中に入れておきましょう。あと私はこれを持っていきます。チャイとかコーヒーとか温かいものを入れて、まあ、バスの中で飲むときはこのタイプのものがいいです。あとは非常食です。ツアーも真ん中ぐらいになるとだんだんね、お菓子とかも欲しくなってくるので、私のおせんべいとか、あとはね、コーヒー、向こうはチャイをよく飲むんですね。あとトルココーヒーになってしまうので、こういったね、こうコーヒー、普通のコーヒー、あるとしてもネスカフェのコーヒーのこんなタイプのものなので、今回スターバックスのこれを買いました。それとじゃん、青じそ。
これ1本あると結構便利です。で、瓶のものだと重いのでプラスチックのもの、お肉にかけたりして、その香辛料を、まあ、味を薄めるって言ったらおかしいですけど、自分の好みに合わせやすくしやすいので、これ結構おすすめです。ポン酢とかもいいですよね。あとは私はこれも必ず持っていきます。おかゆ。向こうに行ってお腹が痛くなった時に、向こうのトルコ米でお粥作ってくれるところもあるんですけども、念のために、このお粥100円ちょっとで買えるので持っていくと、自分のね、お腹がなんか調子悪くなった時に非常に便利です。あとはカップヌードルも1個あって、あとは私の大好きなグミです。はい、これも向こうに持っていきます。まあ化粧品とかですね、女性の方、日焼け止めと、あとね、シャンプーのコンディショナー、は持っていった方がいいです。向こうにもホテル備え付けあるんですけども、髪がパサパサになっちゃうので、コンディショナー、シャンプー持っていかなくてもコンディショナーは持っていくととっても便利です。はい、で大量にあるんですけども、これをこのスーツケースの中に収めていきます。で、あとはですね、手荷物カバンの方なんですけども、手荷物カバンの方は、こっちには貴重品、パスポートとかね、まあ、今回ワクチン証明が必要なので、ワクチン証明も入れてあります。あとは Wi-Fi のルーターも今日借りてきました。それと、パソコン、同本などなど、自分のね、薬とかも入れてあります。で、自分の薬よく飲むやつは必ず手荷物カバンの方に入れておくといいと思います。それから、モバイルバッテリー。モバイルバッテリーとこういうもの。これは絶対にスーツケースに入れちゃダメです。これは手荷物として持っていきましょう。はい。ではですね、これからどんどんパッケージしていきます。それと、念のため上着ね。上着等と1枚は手荷物。カバンの方に入れておきます。はい、ではパッケージします。10分で全部スーツケースに入れて、これから空港に向かいます。はい、こんな感じでですね、詰めてきてますけれども、まあ、追加分としてはですね、これトルコに行くので、あの髪の毛とか頭からね、羽織るショールがイスラム寺の方に、ね、入るとき必要になる場合があるので、一応入れておきます。ちょっと大判のねショールです。これもね、実はね、昔トルコで買ったものです。はい、あとはあのカッパドキアの方のね、あのワインとか美味しいので、ワインかこれで入れて買ってこようと思ってるので、はい、これも一応、はい、プチプチが入っているワイン入れです。はい、あとこれゴルフボールなんですけど、これヨーロッパ行くとき私必ず持って行ってるんですね。というのは、バスタブのストッパーがないときに、このゴルフボールストッパーの代わりになるので入れてます。あと使わないときは足のね、裏ゴリゴリマッサージにもなるので、なかなか優れものでございます。入れてます。はい、こんな感じでもうとりあえず詰め終わりました。というか行かないと怒られるので、もう行きます。はい、空港に着きまして、今ねチェックインしてきました。まずは団体ツアーの場合は団体カウンターがあるので、そこに行って、パスポートを提示して、添乗員さんとご対面になります。で、その後 E チケットを持って、今回はトルコ航空さんなので B カウンターに行ってチェックイン、そこで席をもらい、スーツケースを預けます。で、今回は、イスタンブールに着いてからすぐにカイセリですね、カッパドキアの方に移動するので、カイセリまで荷物を預けました。これからですね、中に入って飛行機に乗ってイスタンブールに向かいます。で、イスタンブール着いてからはですね、第2コールナンバー2ということで動画を上げていきますので、そちらの方をご覧ください。今日もですね、皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。皆さん、また次の動画で会いましょう。じゃあイスタンブール行ってきます。バイ。
はい、最後に機内の映像を少し残していきたいと思います。113番ゲートからの出発、機体の中こんな感じでした。333の並びですね。なかなかカラフルな色合いで、アメニティはですね、毛布とそれから、イヤホンがですね、赤いのがついてました。イヤホンこれ耳痛くなるのでご自身の持ってきた方がいいです。それでは羽田から出発します。おやすみなさい。バイバーイ。